さん、今日はマンハッタンサラダ、私がマンハッタンに10年ぐらい前に行った時にお友達がパーティーを開いてくれて、それがもう簡単に作ったけどすごく美味しいパスタがあるんです。まずはレタスを一玉サッサッサッと切って全部丸ごと入れちゃうんですね。そしてこのパスタも茹でて全部丸ごとで、その後にこのシーザースドレッシング、これをもう約半分ぐらい全部入れちゃって、まあそれはお好みによってもっと入れたい人は入れてください。でその後このツナフレーク、今日はちょっと大きい缶がなかったんでちっちゃい缶3つ、これも全部入れてしまいます。でその後に、パルメザンかまたは粉チーズ、これをバンバンバンって入れる。すごいもうダイナミックにふわってもう10分でできちゃう料理なんですけど、これすごい当たり前の料理に見えるけど、このパスタがめちゃくちゃ美味しいんです。だから1回試してください。こんな感じです。こうですね。はい。こんな感じです。丸ごと入れちゃいます。でもパッて入れちゃう、ちょっとボロボロ、もうまず入れちゃっていいね。ザバッ、はい、ザバッと入れました。こうやって少しだけお湯の温度を上げるために塩をサパッサパッと入れます。で、10分ほど入れます。はい、じゃあこれもすごいね、何でもどんどん入れちゃってください。入れたい方は生玉ねぎを少しだけ水にさらして入れてくださいね。このパスタの思い出は、私の大親友の、美智子さんがニューヨークでコロンビア大学の大学院を卒業する、でも誰も来ないっていうから、私がじゃあ私応援に行くって言って卒業式に行ったんですね。でその時にそのお友達の、彼女は黒人のトランペット あのミュージシャンと結婚してて、マンハッタンに住んでるんですけども、彼女がインバイトしてくれて招待してくれて、でこれすごく簡単だけど美味しいのよって教えてくれたのがこのシーザースレタスパスタ、なんかサラダとパスタのちょうど中間ぐらいで、もうレタス丸ごと1個使うから、その時ダイナミックでびっくりしたんですよ。だからもうシャキシャキしてヘルシーですごく美味しくて、もう忘れられない味なんで、私はこれを マンハッタンサラダって呼んでるんです。その時の思い出。はい、これザバーっとやって氷で冷やします。タタタタタ、こんな感じで、はい、いいよ、もうザクザクっとハサミ入れますね。だいぶ冷えたかな。あ、冷えてきましたね。そしたらこれをザバッ、ダイナミックな料理なんでこれもバーンとやってください。はい、このくらいバーッとかけちゃいますね。足りなかったらダダダダダダダ、好きなだけかけてください。すごい量が多いですから、たくさんかけても
そんなに味は濃くなりません。はい。これ見ちゃったらさ、これ、はい。そこにパルメザンを、じゃ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 、または粉チーズでもいいです。はい、かけます。はい、出来上がり。美味しいですよ、はい、これ本当に美味しいです。今から食べます。これをまたここでくる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 、はい、じゃあつけますね。これね、5、6人分以上ありますね。レタス1玉全部使ってますから。はい、こんな感じになります。どうぞ召し上がれ。